ああ、言ってんだからよ、土下座しろよってさ、閲覧4、5000あんだろ、お前今。3000人とか。言えよ、一緒に行っ行かなきゃて。いけないんだよ。あ？いや、お前が今閲覧5000では俺たちおかげだろ、金梅さんとか、俺とか。な？閲お覧前5000さ、あとはなんさ、ですか。なんでお前さ、石川とカブトムシ取ってる時に、電話出なかったんだよ。あの時。だって石川に言いたいことあんだよ、俺。カブトムシの方が大事だカから。ブトムシ大事？石川が不倫してることを言えよ、お前。いや、そんな散々いじられてるじゃん、もう。いじられてでも、あいつは、じゃ野田とか俺はね、こうやって匿名コメントで、コメント書かれても何とも思わねえじゃん。あいつは、匿名も使わないで、囲いが万世ね、のりちゃん万歳とか言ってさ、おい、そいつたち何も思わないの？お前思わないんだったら配信者もやめろよ。別に俺配と信金梅さんがそうやったら間違ってたわ。お前言わなかったんだろ？乗り駅に対して。金梅さんの匿名オフにしてるけど。あ、まあ、確かにね、金梅さん、たぶんオフにしてるけど、俺の電話、じゃあお前が言わなくてもいいけど、俺の電話を乗り駅に繋ぐだけだったんじゃない？それは誰も言わないでしょ？お前らみたいな乗り駅のうんこを食ってる人間が言えないんだろ？言えよ！じゃあお前言えよ！不倫なんでしたんですかって。言えねえだろ？自分より上の人間だからな。だけど俺は言えるよ。散々いじらゴれてミるじゃミん。でいじられた？いじられてねえじゃねえかよ！匿名を封印して、囲いで万歳してる乗り駅とかよ、お前。お前、配信魂忘れたか？ニコ生配信者だろ、お前。お前だってさ、配信舐めんなよ、お前、こんな野郎、お前。なんだ、この野郎、お前。なんだよ、もういお前。おじられめえてるが、乗り気に、別にじゃあ、お前が言わなくてもいいよ。俺の電話をつなげば、で、そこで、誰もね、乗り気にの放送に対して、匿名で言えねえんだったら俺が言ってやるって話だよ、お前。じゃあお前ら言わなくていいよ。うんこ食いたいんだろ？のりゆきの。うんこ食って閲覧増やしたいんだろ？売名して。うん。だったら繋ぐぐらいしろよ。繋がらなきゃいけないんだよ。なんだお前。俺とか金梅さんの、お前恩忘れたの？みどりさんとか。おめえが、じゃあ一人で、じゃあ、売名して、ここまで、じゃ、誰のおかげで来たと思ってんの？じゃあ、おめえの一人の力じゃねえだろ、野田。お前。お前さ、今日さ、お前なんか、サブアカでやってただろ？なあ。俺の猫に負けたよな。猫そうに。なそうだよ、お前。見てねえのかよ。黒雪の閲覧に負けたんだよ、お前は。お前は、ゴミが。の？それじゃあもう負けまああ。した。そんなのよ。やめちまえよ、てめえ。配信だまし忘れたんか、お前。猫に負けてよ。おい。そんなの石川に電話繋がないとかよ。別に、お前が言わなくていい。俺が言ってやるんだから、つなげよ、それぐらい。なんで繋がなくちゃいけないっていう言葉がなんで出んの？だって、お前が今が野田通りの今があるのは俺たちのおかげだろ？てめえがじゃあ何した？一人何やった？直接電話し一ろよ。人でお前が何やったんじゃ？配信で、配信でお前が、俺たちに散々売名して今があるんだろ？それぐらいやれよ！じゃあ俺たちか金梅さんとかよ、みどりさんとかお前のは上だよ。そんなの。そこ恩を感じないでね、石川にね、じゃあ俺たちを踏み台にして、石川に媚びて、じゃあ電話を繋がないとか、お前何様なんじゃ？だから全部ブロックされてるから、お前に頼ってるわけじゃねえかよ。ブロックされるようなことするからだろ。は？
するから？じゃあ、それが、じゃあなんでブロックしてるかを疑問に思わなくなったら終わりだよ。おい、配信者としてそうだろ？それをじゃあ石川が、じゃあブロックされるようなことが、じゃあ俺をブロックしてんのはなんで疑問に思わないの？そこまで落ちたの？お前。おい。俺もうざかったらブロックするでしょ、誰でも。うざかったら？お前よく言えるな、そのうざかったらとか。よさだってうざく電話されたらブロックするだろ。いや、だってそれはうざ、ブロックしない。俺は、本当のこと言われたって、全部受け入れるよ、俺は。ブロックしてるだろ。着拒とかしてるだろ。いや、してないね。誰も？うん、してない。しつこく電話かけてくるやつも。しつこくっていうか、だってさ、それはしつこくじゃあ電話っていうか、で、それ、で、じゃあお前が一緒にいて、なんで俺の電話を繋がないの？じゃあ。だって、お前が、今が存在してるのは俺たちのおかげなわけじゃん。だって、ヨッサンの話してなかったもん。知らねえよ、そんなの。そんなの、そんなの知れ、そんなのヨッサンの話がしてなかったとか、そんなのは知らんよ、俺は。だって、じゃあ、お前は石川の不倫についてどう思うんだよ。それ教えるよ。いいの、不倫して。いいよ。あ？個人の自由でしょ。自由じゃねえよ。お前は結婚したらわかんねえけどよ。そんな、マジで今個人の自由って言った？いや、それはないわ。不倫だぞ、お前。不倫だぞ。相手の奥さんの旦那さんなの、お前。いや、違う違う。そうじゃなくても、あなた、爽やか三組とか道徳見なかった？小学生の時に。道徳。虹色定期便とか。道徳ないよね。そこまで石川かばうの。道徳。あんま道徳なかったんだ。のね。旦那さん以外は文句言う資格ないだろ。いや、文句資格あるね。だって道徳、まあ、ならなかった？人間としては理性とか、道徳ならなかったの？じゃああなた不倫する？しないでしょ？する？人の不倫に対してなんでいちいち文句言わなきゃいけないんだよ。だっておかしいじゃん。え、な、不倫おかしくないから文句言わないの？それだったら人間やめな。だって、不倫っておかしいじゃん。え？不倫おかしいよね。だから、もうそれ。不倫おかしい。そこを、ね、乗り行きのが閲覧多いからこびて、うんこみたいなことしてるお前が、クソだってことだよ。おい、野田。遅いとか関係なくない？早い遅い関係あるんですか？なんで？なんで？配信のになっちゃった。早ければいい。遅ければ悪い。おい、バカ！そこまで落ちたんだ。いやいや、おかしいよね。早いとか遅いとか、そこまで、野田くん。配信のになっちゃったんだ。ゴミだよね、お前。大丈夫か頭。そこまで落ちたんかお前。大丈夫かお前。あれ何も言えないの？何も言えないの？黙っちゃった？あ、逃げた。あ、逃げちゃったまた。また買っちゃった俺。なんだっけ野田が税金払ってなくてさ、また買っちゃった。ああ。まあまあ、だから俺が言ってるの間違ってないからね。ああ。間違ってないです。だから俺が正しくない？なんか間違ってる。だって、不倫をして、遅いか早いかとか言ってさ、関係ある。不倫したら、遅かったらダメとか言ってんだよ、こいつ。やばくね？野田。ああ。クズ野郎だな、マジで。関係ねえよ、んな。配信のになってさ、もっと早く追求しろよとか言ったんだよ。別に遅くてもいいじゃんね。何がいけないの？クズ。アイコママだって俺のことを、今アイコママコメントしてるけど、俺が間違ってないって今言ってるわ。アイコママ。野田のかっこいいのね。野田おかしいだろ。絶対俺間違ってるよ、これ。
クズだよ。N 高生が一番かわいそう。何？閲覧は？何？あ、そんな。どうしたの？何で出なかったんだ、お前。何？気づけや。どうしたの？だからお前、閲覧いくつだよ、お前。調子に乗ってんだ、なんか。何の用だよ。乗り駅が痛かったら5000人くらいあったよな、お前。何の用だよ。何の用だって言ってたよ。300人だよ。300人じゃねえだろ、お前。もういいよ。どうしたんだよ。閲覧いくつだよ、3000人？うるさいよ、もう。何の用なんだよ。代名詞で。何の用だよ。3000人か。どうしたんだよ。いやさ、明日さ、ゼロワンの誕生日会じゃん。明後日じゃないの？明日。もう今日2時だから、明日だ。明日一緒に行ってくんない？ゼロワン誕生日会。何時に着くの？いや、俺は、だから東京のホテルに、うん、まあ、3時ぐらいに着いて、うん、夜じゃん。夜で。だからそれで一緒に行かない？わかった。うん。だって、閲覧高いの、一番マウント取れるの、野田だけじゃん。みどりちゃんも来るんじゃないの？まあ、みどりさんとですぐ帰っちゃうから、うん。野田が、やっぱ俺の弟子として、なんでそんなマウント。4000とか、今日の5000とかあったんじゃないかな。マウント取らなきゃいけないのなんで。そうだよ、お前。無限と、こうやくんだと。こうや？まあ、プリンスこうやっていうね。うん。やつが来るんだよ。知らない。あ、野田プリンスこうや知らない？知らない。あ、俺にグアッチでバトルして、負けたんだよ。あの、ホストみたいなやつ。だすげえ儲けて、あの、練習、奥だったんだよ。3億とか稼いだやつ。奥？俺に負けたんだよ。それ、土下座するって言ったのに、うん。逃げたんだよ。バトルとなってて、だから野田もそこは荒野に対して言えよ。なんでそんな戦わなきゃいけないんだよ。お前何言ってんだよ、お前。おい、野田、お前、俺が師匠だろ、お前。なんで戦う？師匠が荒野にね、プリンス荒野にバトルで負けてね、逃げたんだよ。土下座するって言ったんだよ、あいつは、荒野は。だから野田も、ね、俺の師匠が言ってたからよ、土下座しろよってさ、閲覧4、5000あんだろ、お前今。3000人とか。なんで土下座しなきゃいけないんだよ。あ？閲覧。お前が今閲覧5000だよ、俺たちをかけたら、金牌さんとか、俺とか。閲覧で負けたからってなんで。なんでお前さ、石川とカブトムシ取ってる時に電話出なかったんだよ。あの時。だってカブトムシの方が、カブトムシの方が大事だから。カブトムシ大事？うん。石川が不倫してること言えよ、お前。いや、そんな散々いじられてるじゃん、もう。いじられてるも、
あいつは、じゃあ、どなたか俺はね、こうやって匿名コメントで、コメントがあるでも何とも思わねえじゃん。あいつは、匿名も使わないで、かっこいいが、万世で、ね、のりちゃん万歳とか言ってさ、おい、そいつは何も思わないの？なんで？お前思わないんだったら配信者もやめろよ。別に、は、は、俺と金梅さんがそうやったら間違ってた。お前言わなかったんだろ？ノリエキに対して。金梅さんも匿名オフにしてるけど。まあ、確かに金梅さん匿名オフにしてるけど、俺の電話じゃ、お前が言わなくてもいいけど、俺の電話をノリエキに繋ぐ兵だったんじゃない？自分でかければいいんだよ。何も言わないでしょ？自分でかけろよ。お前らみたいなノリエキのうんこを食ってる人間が言えないんだろ？なんで自分で書けないんだよ。言えよ。じゃあお前言えよ。不倫なんでしたんですかって。言えねえだろ。自分より上の人間だからな。だからもう、散々いじられてるっつってんの。いじられた？いじられてねえじゃねえかよ。うん、匿名を封印して、囲いで万歳してるノリエキとかよ、お前。お前、配信魂忘れたか？何が配信だ？配信者だろ、お前。だからもう、もういじられてること何回もいじれねえだろ。なんだこれやろ、なんだよ。もういじられてるってんだろ。別にじゃあお前が言わなくてもいいよ。俺の電話をつなげば、でそこで、誰もね、ノリユキリの放送に対して、匿名で言えねえんだったら俺が言ってやるって話だよ。今日。なんだお前。俺とか金梅さんの、お前恩忘れたの？みどりさんとか、おめえが、じゃあ一人で、じゃあ売名して、ここまで、じゃ誰がおかげで来たと思ってんの？じゃあ、おめえの一人の力じゃねえんだのだ、お前。お前さ、今日さ、お前なんか、なんかサブアカでやってただろ？うん。な俺も猫に負けたよな。そうなの？猫に。そうだよ、お前。見てねえのかよ。黒駅の閲覧に負けたんだよ、お前。お前は、ゴミが。おー、それじゃあもう負けました。ああ。負けましたよ。なのよ。やめちまえだってね。配信魂は捨てたんか、お前。何を配信魂だよ。そんなの石川に電話つながないとかよ。なんでつながなきゃいけないんだ。別にお前が言わなくていい。俺が言ってやるとかつなげよ、それぐらい。直接電話しろよ。つながなくちゃいけないっていう言葉がなんで出んの。直接電話つけばいいじゃん。今が野田通りの今があるのは俺たちのおかげだろ。てめえがじゃ何した？一人何やった？直接電話しろよ。一人でお前が何やったんじゃ。直接電話すればいいじゃねえかよ、こんなに。俺たちに散々売名して今があんだろ？なんで直接電話しないの？俺たちじゃねえよ。じゃあ俺たち金梅さんとかよ、みどりさんとかお前のは上だよ。こんなの。そこ恩を感じないでね、石川にね。じゃあ俺たちを踏み台にして、石川にこびて、じゃあ電話をつながないとか。お前何様なんじゃ？なだから、うん、じゃあ、それが、じゃあなんでブロックしてるかを疑問に思わなくなったら終わりだよ。おい、配信者としてそうだろ？それをじゃあ石川がじゃあブロックされるようなことが、じゃあ俺をブロックしてるのはなんで疑問に思わない？そこまで落ちたの、お前。いや、俺もうざかったらブロックするでしょ、誰でも。うざかったら？うん。よく言うな、そのうざかったらとか。よっさんだってうざく電話されたらブロックするだろ。いや、だってそれはうざくブロックしない。俺は本当のこと言われたって、全部受け入れてる。ブロックしてるだろ。着拒とかしてるだろ。いや、してないね。誰も？してない。しつこく電話かけてくるやつも？じゃあよっさんに。しつこくっていうか、だってさ、それは、質問じゃ電話とか、ね。それ、で、じゃお前が一緒にいて、なんで俺の電話を繋がないの？だって、お前が、今が存在
介してんのは俺たちのおかげだ。だってヨッサンの話してなかったもん。知らねえよ。こっちも知らねえよ、そっちが言う。そんなのヨッサンの話がしてなかったとか、そんなの知らんよ。知らないで、だってこっちだって知らねえよ、そんなの。じゃあ、お前は石川の不倫についてどう思うんだよ。それ教えろよ。いいの、不倫して。個人の自由じゃない。個人の自由でしょ。自由じゃねえよ。だから文句言えるのは、旦那さん。え、マジで今個人の自由って言った？旦那さんしか文句言っちゃう。お前旦那さんなの？相手の奥さんの旦那さんなの？お前。いや、違う違う。そうじゃなくても、あなた、爽やか3組とか道徳見なかった？旦那さんだったら文句言う資格あるよ。西の定期便とか。道徳、ないよね。そこまで西川かばうの。道徳。旦那さん、だから旦那さん以外は文句言う資格ないだろ。人の不倫に対してなんでいちいち文句言わなきゃいけないんだよ、芸能人の。だっておかしいじゃん。え、な、不倫おかしくないから文句言わない。それだったら人間やめな。俺は当事者じゃないから。不倫おかしいじゃん。え？不倫おかしいよね。だからもうそれは散々いじって。不倫おかしい、そこを、ね、乗り行きのが閲覧多いからこびて。いじってるんだよ、もう。散々な。え、遅いとか関係なくない？遅い。早い遅い関係あるんですか？なんで？なんで？配信のなっちゃった。早ければいい。遅ければ悪い。おい、バカ！お前、救急隊員に謝れよ。救急隊員に謝れ。救急隊員に謝れ、早く。そこまで、野田くん。救急隊員に謝れや、早く。救急隊員にクズって言ったの謝れ。謝れ、クズ。救急隊員に謝れ、早く。救急隊員に謝れや。どんだけお前ゴミなの？ IQ110 だって？じゃあ、お前行きゃいい。もういいわ、こいつ。キリがない。話ができんもん。チャンネルニュース。ニコニコアンドロイド、ニコニコ動画。最新。そうか、郵便番号から大体の住所がわかるのか。だってお前ってすごいんだよ。なんでか、野田、お前なんでかすごいか言ってやろうか。なあ。あんだけニコ生時代に俺とか、金梅とか、緑さんとか売名して、今、一番すごいじゃん。そんな配信者お前だけだよ。いるか？売名して、じゃあ、まゆとかさ、天然ストレートとか中村くんとかさ、売名したって、一人だったら閲覧二三百だよ。野田、お前って、売名したら魅力がある人間なの。そうでしょ。閲覧あんだから。俺みたいにこうやって家で一人やっても。
うん、すごくない？うん、だからお前は、その、一人やっても気づかなくて、俺たちで売名して魅力が気づかれた人間なんだ。お前だけだよ。他いる？うん、俺野田しか知らんよ。売名で野田がここまでのし上がったっていうのは、俺たちの誇りで。みどりさんも俺も、金梅も。だってもう金梅さんなんかやってたって、お前閲覧上じゃん。全然。誇りだよ、俺たちの。すごいと思う。俺は思う。金梅とかみどりさんはどうだかわかんないよ。みどりさんを超えるとこがあるっていうのは、野田お前。そこは、本当、自覚した方がいい。すごい。俺たち超えてったんだ。お前は。野田、うん。そこは俺、誇りに思うよ。俺たちの。売名しまくって。ニコ生時代に。いや、俺は野田は認めて、だってあいつすごいもん。だって天然ストレートとか、眉とか、いるじゃん、部長山田とか。あんなのは、ゴミだよ。だって自分人やったらゴミやもん、エトランとか。でも野田は違うじゃん。野田は、そこで、自分の魅力を伝えて、全部、セルみたいに吸収していったじゃん。だすごいよね、野田。そこは本当すごいと思う。野田上流。まあでも今日、黒池に閲覧負けてたけどね。まあただ、野田ってなんか俺たちをバカにしてんのかなって思っちゃうよね。だそう電話とかも繋げばいいじゃん。だって自分が、俺とか、金梅さんとか、みどりさんで、売名してきて今があると思ったら、電話も繋ぐわけじゃん。カブトムシの時に。それで繋がったらショックだね。なんで繋がないの？面白いじゃん。お前が売名でやってきたことだよ。その電話を繋ぐっていうのは。お前がやってきた。そうでしょ。今があんだから。なんで繋がなかったのかって思っちゃったよ、ね。石川に対して俺言いたいことあるから。不倫のこととか。誰も嫌だよ。カブトムシ取ってる間さ、ね、交尾してますよ、つって。のりゆきも不倫して交尾したんですかとか言ってさ、やればいいじゃん。面白いじゃん。そんなのね、のりゆきとか。全部、匿名やってないんでしょ、誰も書けないから、そうやって売名してきたんじゃないの野田だって。俺たちに対してとってさ。そこは俺そう思うよ。おめえがやってきたことを、なんで、で、じゃあ今上だよ、お前の方が。ね。面白くて。俺たちより。だけど、電話かけて、一言ね、乗り行きに対して、俺たちに言いたい、俺だって。そんなの、乗り行きなんでどうでも別に、お前が文句言うわけじゃないんだから。どうでしょう。誰もやねえんだから。不倫に対して一言ね、言ってもいいじゃん、俺が。誰もやらないんだから。まあいいや、別に。